こんばんは。今日のロンドンは雨が降ったり止んだりしていて、で結構雨が降ると大雨がざっと降って、で止んでまた降ってという感じだったので、やっぱり雨が降ると寒い一日になるなと思いました。今日はイギリスへ来て初めて働きました。今日のお仕事は短期のお仕事なので、これからどういう働き方をしていくかっていうのはまだ連絡を取り合ってないのでわからないんですが、短期のお仕事ですけど、イギリスで初めて働くことができて一歩前進したなと自分で思っています。あとはフルタイムの仕事も応募してですね、先週応募したんですけども、その返事が来まして、今日初めての仕事場に結構20分前ぐらいに駅に着いていて、時間があるけど外で待つの寒いなって思ってるところに、応募していたフルタイムの仕事場から電話がかかってきまして、新しい仕事の前で緊張しているのに、そのフルタイムの仕事の電話に今出るのかと思ったんですけど、まあ一応出て、でいろいろイギリスに来たバックグラウンドとか、どういう仕事をしていたんだとか、これからどれぐらい働けるかとか、次持ってくる服装の確認の電話をしていたんですけど、結構英語で電話の受け答えをするのは難しいので、私が答えるのが結構遅くて、次の仕事の時間が迫ってるのに15分ぐらい電話でしっかり話したんですよね。で、私は早く電話を切って、これから始まる新しい職場に行きたかったんですけど、なかなか電話が切れなくて、ちょっと焦っていたところ、3、4分前ぐらいに電話が終わったので、走って今日の短期のお仕事の方に向かいました。これから引っ越しも控えているので、スケジューリングがうまく伝えられるといいと思うんですけど、フルタイムの方の仕事は、今週トライアルがありまして、イギリスはトライアルといって、仕事の職場が体験できるシステムがあるようで、今週そのフルタイムの仕事のトライアルがあるので、そちらも楽しみにしてます。ただ電話で服装と持ち物が T シャツと白い靴下を持ってきてっていうふうに言われたんですけど、T シャツにもいろいろあるし、ソックスの長さが、ホワイトは聞き取れたんですけど、長さが聞くのを忘れてしまったんで、ちょっとそこら辺とかは確認しないといけないですけど、うまくいくといいなと思ってます。あとそのトライアルなんですけど、4時間ぐらいかなっていうふうに思ってたんですけど、普通に8時間、1日一緒に皆さんと働くようです。どんな感じになるのか、多分ヘトヘトになるんじゃないかなと思うんですけど、やってみようと思います。今日はまかないをいただいてきたので、今日の晩ご飯はそちらのまかないを食べたいと思います。イギリスへ来て初めて今日はお米を食べます。今の家に炊飯器らしきものはあるんですけど、出すのが大変なのと、使い方も多分わからないので、お米を買ってやろうと思えば鍋でお米を炊くことはできるんですが、そこまで今のところしようと思ってなくて、だけどそろそろお米が食べたいなと思ってたところに、今日まかないでいただいたので率直に嬉しいですね。家から持ってきたお味噌汁があるので、それも一緒に食べたいと思います。では今日はここら辺で終了したいと思います。